クレメンス11世の効果。クレメンス11世は、ローマ教皇。本名は、ジョバンニー・フランチェスコ・アルバーニ。フランスに起こったジャンセニスムを弾劾し、中国の天霊論争において、イエズス会の文化適応政策を批判した。貴族の家系に生まれたアルバーニは生殖へ進み、アレクサンデル8世に、除祭数奇教とされ、1700年9月に、死祭数奇教に、 就任11月に強行に選出された。治世中はスペイン継承戦争が勃発し、イタリアが戦火に巻き込まれる事態となり、クレメンス11世は中立を貫こうとしたが、1707年にオーストリアの将軍ビリッヒ・ォンダウンが難化して、イタリア領の大半を制圧したため、1709年にオーストリアがスペイン王にオスカール大公を、 スペイン王として認めた。1713年1714年に、講和条約として締結されたユトレヒト条約、ラシュタット条約でイタリアは分割されたが、教皇には一切関わりがないまま実行された。クレメンス11世の自責の中で最も有名な、ものは、1713年の教皇直書、ウニゲニトゥスである。 これは初めてジャンセニスムを公的に断劾したものであった。これはガリカニスム教会とも言われ独自路線を歩んでいたフランスの教会に大きな論議と反発を呼び起こすことになる。これはパスキエ・ケネルの著作から抜き出した101のテーゼをビュ尾と断定しジャンセニスムを否定した。これはジャンセニスムが浸透していたフランス教会と フランス国家の反発を生み、フランス政府が直所への署名を拒否することで、フランスにおける効力を無効とするという、20世紀以前によく見られる教会への政府による干渉の一例となった。また、中国での選挙において論議となっていた、天霊論争において、トミニコ会やフランシスコ会を支持し、イエズス会が認めていた公使と先祖への数形を、 偶像崇拝として禁止した。個人的には、教皇は人格者であり、抜きんでて優れた学者でもあったが、結果的に多くの政治問題に巻き込まれてしまったことは、教皇庁の精神的権威を失墜させることになった。ちなみに、荒井白石との対話で知られるジョバンニシドッチは、このクレメンス11世に、日本渡航の許可を願っている。 ありがとうございます。